シュラマル。ねえ、水木さん、七瀬さん知ってる？いや、七瀬さんのことは知ってるけど、何？もう、そういうことじゃないの。七瀬さんって、女性アイドルが好きなのよ。それも知ってるけど、え？何？だって、女性アイドルよ。男性じゃなくて。そういう趣味でもあるのかな？やだやだ。あのさ、そういう言い方めちゃくちゃ失礼だよ。本当にありえないからやめなよ。何？もしかして七瀬さんのお相手は水木さんだったりするの？なんちゃって、もうそんなに怒らないでよ。私も女性アイドル好きだよ。琴子さんが熱心に布教してくるから好きになったんだよね。布教って宗教みたい。そういうのに影響されちゃうんだ。琴子さんも独り身でつまらないよね。寂しいよね。あ、そうそう、そういえば穂積さん、この間5キロのチャレンジメニューに成功してたの。おかしいよね。それとそれと、その話はまだ続くわけ？用事がないなら失礼。あ、ちょっと待ってよ、とっておきがあるの。リリさんってバツイチなのよ。やばいよね。あの人真面目そうな顔してるのにバツイチって、やば。やばいのは彩香さんの方でしょ。どういう神経してたらそうやって人の悪口ばっか言えるわけ？え？悪口じゃないよ。こんなのただの雑談じゃんよ。水木さんって結構硬い性格なんだね。マイナスなことばっかり聞かされたら気がめいるわ。それが友人のことならなおさら嫌だね。うわ、熱血じゃん。あ、そういえば山田さんの奥さん知ってる？あの人も真面目そうなのに町内会の掃除とかやんないよね。それは彩香さんもそうでしょ。それにうちの町内会は有志でやってるから強制じゃないの。でもでも。いい加減しつこいんだよ。何回言っても分かんないわけ？本当に面倒な人だね、あんた。人の荒探しする前に自分の頭の中なんとかしたら？どっかで中身詰めてきた方がいいよ、ほんと。何よ、まあ、せっかく仲良くしてあげようとしてるのに。仲良くなるために人の悪口言うわけ？そんな人と仲良くしたくないから。はぁ？うちらスポーツクラブで一緒なんだけど、なのに仲良くしないでいいって言ってんの？ママ友付き合いで困るんじゃないの？旅行だってあるのにさ。ほら、今度九州に行くでしょ？霧島。そこでぼっちになってもいいの？別にいいよ。そもそもたくさんのママさんが参加してるんだし、必ず全員のママさんと仲良くしなきゃいけないわけじゃないよ。それこそ、彩香さんみたいな面倒な人はごめんだね。嫌い！はぁ、そんなこと言われても、私もとしか言えないんだけど。何よ、もう！あー、めんどくせぇ。私の名前は水木。小学1年生の娘を育てている主婦です。娘がスポーツクラブに入っているので、そこで知り合ったママさんも多いんだ。でも、彩香さんは本当に面倒な人でね。なんだろう、人の荒探しをしたり、悪口ばっかり言ってるような人だよ。そんなママ友付き合いなんてしたくないんだけど、どうせするなら楽しい時間にしたいって思うのは私だけかな。そして、このスポーツクラブ関係で九州旅行に行くことになったんだけど、この彩香さんも旅行のメンバーなんだ。でもね、当日待ち合わせ場所に知らない人たちを3人連れてきててね。もうめちゃくちゃだったよ。今回は霧島を中心にした九州旅行ですごく楽しみにしてたから、どうなるのかちょっとヒヤヒヤ。でもね、恐れていたようなことにはならなかったんだ。あんたたちなんてみんな大嫌い！いやー、私たちもほとんどが彩香さんを嫌いだと思うよ。めんどくせえし。何を意地悪しないでよ！なんでこの手の人間って攻撃されると弱いわけ？テンプレ？ごちゃごちゃ言ってんじゃないわよ！私が今どんな気持ちだかわかる？いや、アホな頭の中身と言われても、コスモ？何をバカにしやがって！せっかく私の友達を連れてきたんだから、ママ友旅行に参加させろ！それだけ人数がいるんだから、みんなでおごるのが当たり前。まずそのお友達にしっかり謝罪したのかよ、アホが。え？え？じゃねえよ。彩香さんがおごるからって旅行に誘ったんでしょ？でも実際には、私らの旅行に便乗させて、私らにおごらせようとしてた。それが分かって、お友達はみんなすごく謝ってくれたじゃん。そうよ、それよ！なんで友達が謝らないといけないのよ！
私たちは誰も謝れなんて言ってないよ。みんな常識があるから自分から謝ったんでしょ。でもそこまで怒らなくてもいいでしょ。私はみんなのためにやってあげたんだけど。もうさ、そこがおかしいじゃん。人に迷惑かけてあなたのためにやりましたよって、これやられる方はすっごい嫌な気持ちになるよ。罪悪感あるよね。なんでよ。そんなこともわかんないの。誰だってあなたのために人に迷惑かけましたなんて言われたら嫌でしょ。こうやって言ってるわけじゃないけど、やってることは一緒だよね。あ、でもだからって置いていくことないでしょ。自分が大騒ぎして残ったんでしょ。私たちは電車の時間もあったんだから仕方ないでしょうが、どこまで迷惑かければ気が済むの。子供だって言おうとしたけど、子供の方がよっぽど常識あるよ。何よ、私のこと置いて霧島を楽しむんでしょ。うん、もうホテルに荷物置いて龍馬公園に行ってきたよ。霧島の温泉市場にも行って足湯したりご飯食べたり。私だって行きたかったのに。めちゃくちゃな行動を取るからだよ。いやー、いきなり派手な女性を3人連れてきた時はどうしようかと思ったよ。でも彩香さんと違ってみんな常識のある人でね、彩香さんは商店街の福引きで4人分の旅行チケットが当たったからなんて言って誘い出していたみたい。実際にはママ友旅行に便乗しようとしていたことを知って私たちに謝ってくれたよ。私たちもとんでもないです、こちらこそって感じでさ、彩香さん以外の人がみんなペコペコしてたっけ。結局電車の時間もあるので私たちは霧島へ。彩香さんはお友達と話し合うってことだったけど説教されたみたいだよ。まあお友達からしたら変に巻き込まれた形になってかわいそうだよね。おかげで私たちは楽しく旅行ができたから、また会えたらとお土産も購入、レンタカー借りて霧島から宮崎方面、そこから熊本に行ったよ。地図で見るよりも実際に走ると結構短い時間で着くんだね。道中の道の駅に寄ったりする時間も楽しかったな。道の駅ってさ、なんか夢ない？アラサーにとっては宝箱感あるんだよね。水木さんってば。ねえ、なんで返信してくれないの？あれ？あ、びっくりした。ブロックするの忘れてた。ブロックしないでよ。はあ、何よ。今介護の手伝い行ってきて小休憩してるとこなんだけど。みんな私のことブロックしてるの。そりゃそうでしょ。誰だって面倒で嫌な人には関わりたくないもん。ここら辺はドキュンなママが多いからみんな対応も手慣れてるよね。てかさ、大嫌いとか言ってなかったっけ。お互い嫌い、離れます、これでいいんじゃないの。でも一人はやっぱり嫌なのよ。ねえ、水木さんならわかるでしょ。水木さんなら私の気持ちわかってくれるよね。あのね、浅いんだよ。浅い？嫌いだとか言って大騒ぎしてたくせに、一人になったら今度は理解してくれるでしょってバカなの。だって誰だって一人は嫌でしょ。そうでもないよ。好きで一人でいる人もいるし、みんな考えは違うでしょ。私は嫌なのよ。じゃあなんで人の悪口ばっかり言ってたわけ。人の荒探しばっかりしてさ、誰もそんな人と一緒にいたくないよ。なんで？悪口は盛り上がるじゃん。そんな理由で人を傷つけるようなこと言うんだ、最低でしょ。そんなこと言って水木さんだってこうやって私に冷たくするでしょ。でも私は他の人たちと一緒に彩香さんの悪口なんか言ったりしないよ。水木さん、やっぱり水木さんは私の味方なんだね。はあ？え？だって親しい人たちと過ごす楽しい時間なのにネガティブな話したくないよ。私の周りはそういう人たちばっかりだから、あそこのシュークリームが美味しいとか、子供の寝顔が可愛いとか、花を買ったからなんか嬉しいとか、そういう話ばっかりだよ。でもそんな話盛り上がらなくない？私たちはめちゃくちゃ盛り上がるし楽しいよ。だからそういうところは個人によって違うんでしょ。彩香さんは人の悪口言うのが好き、私たちはそういうのが嫌いで楽しいことを言うのが好き、それだけのことでしょ。でもそんなつまらない話よりもやっぱりゴシップとかの方がいいでしょ。なんだかんだそういうのがみんな好きなんだから。彩香さんが言っても説得力ないでしょ。え？もう周りに誰もいないんだからさ。あ、いやー、
こうして完全に孤立してしまった彩香さんなんだけど、話す相手がいなくなったでしょ？あのお友達集団も離れていったみたいだし、だから今度はご主人に悪口や愚痴ばっかり言い続けて、今度はご主人がダウンしちゃったんだよね。結局離婚になったんだけど、実家も彩香さんを拒否、お子さんもパパを選んだので完全に一人ぼっちになったんだ。結局名前も知らないような謎の宗教に入って財産を全て使ったみたい。彩香さんみたいな人は本当は一人になるのが怖いんだろうね。でも人の悪口ばっかり言って、そんな人と付き合いたいかと言われるとちょっと嫌だな。そういう人は今目の前にいない人の悪口を一生言うんだもん。それよりは美味しいご飯の話でもしたいよ。おっと、そういえば信代さんから漬物もらったんだった。道の駅でいっぱい買った漬物をお土産に持って行ったら大喜びしてくれたよ。研究するのだわーってニコニコしてたっけ。あとは私のお気に入りの辛いも団子ね。素朴な味なんだけど、これがすっごく美味しくてチンして食べるよ。秋を感じるね。そろそろ少し肌寒くなってきた感じ。今日はサンマでも焼いて漬物と一緒に食べよっかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。